八戸中心街ターミナルバス停前にあり、八戸駅下がびる1階に置く BEFM の演奏所株式会社 BEFM は、青森県八戸市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。b フ f m の愛称でコミュニティ放送をしている。簡易自動車電話システムのコンビニエンスラジオ本を、 運営していた株式会社テレコム八戸により、1999年1月1日に開局した全国で115番目、東北で13番目、県内で2番目のコミュニティ放送局である。2003年に愛称に合わせ社名も株式会社 BEFM に改称した。演奏所がある八戸駅下がすびる1階の前は、八戸市の中心部でバス停留所となっている。 BFM のロビーは待合室ではないが、市内外のイベント等のポスターやチラシ、パンフレットも設置してあり、市民がバス待ちの合間に利用している。送信書は八戸市役所別館の屋上にある。日曜深夜も含め24時間放送で、自社制作番組の他に JWAVE の番組を放送している。2000年頃までは FM アメリカを再送信していた。 開局当初からボランティアによる制作番組が存在し、ラジオ番組を自分たちで作ってみたいという市民が集まり自主番組を制作し放送している。また、リスナーからアマチュア無線を通じて情報を提供してもらうビフムアマチュア無線クラブもあり、災害時などの情報提供に利用する。ABC テレビ、探偵、ナイトスクープや日本テレビ、ザ、鉄腕、 ダッシュ TBS カトゥーンの世界一ためになる旅のロケで取り上げられたことがある。ここ数年では新たな取り組みとしてユーストリームでの花火大会中継や八戸三社滞在の特別番組も行っている。また2011年8月より八戸市三日町にある八戸ポータルミュージアムワッチ1階にサテライトスタジオを設置し、 生放送を開始した。本社スタジオも引き続き運用されている。2012年1月18日、八の兵士と災害時における災害情報等の放送に関する協定を締結した。2014年1月1日で開局15周年を迎え、1月6日には青森県内のコミュニティ放送局では初のサイマル放送も開始した。 2016年1月7日から、県域放送局 FM 青森の坂本悟ミリオンレディオの同時放送を開始。2016年から2017年は、ビフムのスタジオからも放送を行った。ビフムでのネットは2019年12月で、終了するが、2020年4月からは、金曜12時台に、FM 青森との同時放送のコーナー、もっと、ビビッと、 八のヘタイムを放送している。また、2019年10月からは、同じ県域放送局の青森放送ラジオとも、同時放送を行っている。2019年1月1日で、開局20周年を迎えた。生放送その他ボランティア制作番組、ありがとうございます。